関口友愛大正14年5月5日は、明治時代の管理、政治家。署名は発浪。品の国松本城下に、松本藩士、関口智忠の長男に生まれる。明治元年に藩に出資して、重視となり、母親戦争に従軍し、中仙道和田峠の警備に当たる。後、市川寮作りらが発刊した、新規新聞で自由民権論を展開するようになる。 同七年保福寺村茂行学校の校長に任命され、同九年千馬県に十五等で出資し、飯田、大町、上田、長野、基礎福島の各区裁判所を経て、大審議院、函館構想院に進んだが、同十五年に、伊願面間により帰郷し、江橋厚志、小里寄りながらが設立した新用立憲改震党に参加し、また浅井清らと校長者を組織して、 文学や法律の研究向上を図った。同17年長野県会議員に当選。同19年から小さ方軍、シナ軍県萩品軍、東千曲軍の各軍長を務めた。同年、のぶ正八くらい。同30年大中弁務所長として赴任したが、廃官により帰郷し、松本町会議員として調整に参画した。同38年。 塩尻吉江銀行の支配人となり、大正3年に退職した。AB 長野県金現代市論集 P88、長野県金現代市論集 P97、ハット AB 長野県金現代市論集 P90、AB 長野県金現代市論集 P119。ありがとうございます。